はい、こんにちは、かぐじいさんです。今日は3月中旬ポッカポカのバイク日和です。これからいつもの公園でタープ張ってまったりデイキャンプをしていこうと思います。荒川の長い橋に出ました。見晴らしが良くてとっても気分がすがすがしいです。春らしくなって遠くが霞んでいますね。左手富士山は今日は見えないです。右手群馬の浅間山、赤城山、男体山も霞んでしまって今日は見えないですね。正面は全長約3キロほどある吉見町の桜堤という場所なんですが、まだ桜は開花してないですね。と思いきや抜かれました。じいさん注意散漫で危ないですね。後ろの車に追い越しをかけられてるということに気がついてないっていうのは本当危ないと思います。はい、じいさん気をつけてよ。いよいよ河川敷の公園へのアプローチを登っています。小次郎頑張って。土手を登り切ったところで今度は河川敷の方へどんどん下っていってます。この河川敷の公園は見ての通りまあまあ整備されたオフロードが続いてます。なんか周りの景色を見ると野焼きがされたのかところどころ焦げた跡がたくさんありました。公園の中を流れてる小さな小川にかかっている橋を渡ります。ボケっとしてると落ちますよ。これ見ての通り意外と起伏があってですね、前輪がうまく追従しないと大変なんですよね。今日はヘッドライトフレームに27リッターのデイパックをぶら下げてきました。こういうデコボコだと後ろが重いとフロントがボンボン浮いちゃうんですけれども、今日は前を重くしてあります。砂利道を抜けていよいよ野営地へアプローチしてきます。一見ふわふわの草原のように見えるんですが、意外とどうしてデコボコで苦労させられます。この日も4速からニュートラルがなかなか出なくて苦労させられます。もうこれはルーティンですね。いつもの野営地へやってきました。今日はデイキャンプなんですが、積載は多めです。こちらはいつも積んでいるカッパ、空気入れ、パンク修理キット、撮影機材などです。こちらに今日のデイキャンプのメインとなる道具一式55リッターのコロコロに入れてきました。このコロコロはセンターキャリアに乗せてワンタッチのロックストラップで固定していますので動きません。ポイントはニーグリップができることです。ニーグリップで兜の一体感が増しますよね。リアキャリアにはアウトドア用ブランケット、グランドシート、そしてアウトドア用座布団を積んでいます。こちらもワンタッチ式のロックストラップで留めてます。クロスカブはヘッドライトフレームがハンドルの動きと連動しません。フレームに固定されてます。前輪の動きに影響を受けないので重たい荷物を積むのにとても便利です。これがクロスカブのとても有利な点ですね。フロントのデイパックは一般的な27リッターで、食材、おやつ、水、ちょっと仕事をやっつけるための iPad を入れてきました。こちらはいつも積んでいる予備のガソリン携行缶と工具類です。全体を見渡してみると、割と重量物をバイクの中心、やや前気味に搭載するようにして、フロントが浮き上がらないようにしています。これから荷物を下ろして、タープ張って、まったりゆっくり食事をしてのんびりしようと思います。それではまた次回お会いしましょう。カーブじいさんでした。この動画良かったなぁと思われた方は、チャンネル登録といいねよろしく。